ノースポートモールは神奈川県横浜市鈴木区に立地する大型ショッピングセンター横浜市営地下鉄センター北駅前2007年4月21日開業港北ニュータウンの中心エリアタウンセンターにある横浜市営地下鉄センター北駅前に位置する総合スーパーや 百貨店のような総合型の各店舗を持たず、大型専門店を多数設置する形態をとっている。鉄骨づくり地上9階、地下2階だけと、郊外型ショッピングセンターとしては珍しく、都心型百貨店並みのフロア数となっている。敷地は都市再生機構からの定期借地権で調達している。駅前広場との間は道路及び四つ箱ビルを隔てているため、歩道橋が設置されている。 また映画やドラマの撮影も行われており、以下の通りである。不動産開発、マネジメント会社の株式会社 SI アセットサービスが開発型証券化手法で開設した商業施設である。開発段階での店舗プランニングやテナント募集は、パルコが行い、開業後の管理は、パルコとジアウスの共同出資会社である、株式会社ジャパンリテールアドバイザーズが行っていた。 2149月に東急不動産に土地、建物を売却し東急不動産の所有に切り替わり、2015年9月からは管理も東急不動産へ移行した。地下2階から7階までの旧フロアをテーマ別にテナントを振り分け展開している。2017年9月現在はメガショップと分類される13の大型店舗とその他の店舗で構成されている。 また2017年9月に大規模リニューアル。詳細については公式サイトのフロアガイドを参照。ありがとうございます。